どうも皆さんこんにちは、チャックバツです。本日はですね、ANA ダイナースのクレジットカードの、新規入会キャンペーンがですね、新しくなりましたので、こちらね、解説していきたいと思います。7月に入ってですね、ANA のクレジットカードまとめという動画で解説させていただいた時にはですね、まだこのキャンペーン開始されてなかったので、今回ね、まあ新しく開始されたキャンペーンというふうになっております。結構ねユニークなキャンペーンになっておりますので、ぜひね最後までご覧いただけたらなっていうふうに思います。この動画にはね目次機能入れておりますので、見たい項目からね概要欄から時間クリックしていただくと見れるようになっておりますので、そちらもね活用してみていただけたらなっていうふうに思います。まずね ANA ダイナースのクレジットカードの基本スペックなんですけども、年会費がね27,000円、家族カードが6,000円、ビジネスカードが2,000円、基本還元率が 1%、 100円で1ポイントですね、貯まるポイントが、ダイナースポイント、ドル有効期限はありません。 ANA マイルへね移行手数料もありませんし、 ANA マイルへね移行の年間の上限みたいなのもね ANA ダイナースの方は、ないっていう風になっております。 ANA ダイナースクレジットカードはですねゴールドカードっていう風になっておりますんで、各空港にある、ね、クレジットカードラウンジ、こちらが利用できるっていう風になっておりまして、ダイナースのブランドになっておりますんで、その他ね世界1000カ所以上にあるねダイナースクラブ空港ラウンジっていうのもね利用することができます。またねエグゼクティブダイニングっていうね2名分のコースを予約すると1名分ね無料になるっていうレストラン特典とか、海外旅行保険もね自動付帯でね付帯しているっていう感じになっておりまして、空港の手荷物宅配サービスもついております。帰国時1個無料という風になっておりまして、対象空港は羽田、成田、関空、中部っていう風になっておりますね。で国際ブランドはダイナースっていう風になっております。こちらねダイナースのクレジットカードになっておりますんで、基本的にはですねじゃあ審査っていうのは結構厳しめっていう風になっておりますんで、この点もね覚えておいてください。私もねちなみに以前落ちてそれから挑戦しておりません。それではね ANA ダイナースクレジットカードの2つの選べる特典キャンペーンですね、解説させていただきます。新規入会キャンペーンとしてね特典が2つ用意されております。 A コース B コースっていうのがありまして、 A コースは最大55,000マイル獲得できるキャンペーン、B コースは初年度年会費無料プラス最大22,000マイルがね獲得できるっていうキャンペーンになっております。キャンペーン期間がですね2020年7月の9日から2020年の9月の30日の申し込み分までっていうふうになっております。まずね最大55,000マイルが獲得できる A コースのキャンペーンですね、こちらキャンペーンの打ち上げなんですけども、通常入会ボーナスで2,000マイル、期間中30万円で15,000ポイント、期間中60万円の利用で30,000ポイント、こちらポイントっていうのはね1ポイント1マイルでね交換することができますんで、まあそのままマイルっていう感じですね。で通常の60万円分の決済分で6,000ポイント、家族カード発行で1,500ポイント、ビジネスアカウント発行で5000ポイントっていう風になっております。こちらね合計すると55,000ポイント、55,000マイルがね獲得できるっていうキャンペーンになっております。クレジットカードのね利用期間は3ヶ月ぐらいになっておりまして、入会月からね3ヶ月間の利用っていう風になっております。次にね B コースですね、通常入会ボーナスが2,000マイル、期間中30万円の利用で年会費全額ねキャッシュバックっていう風になっております。で60万円利用で12,000ポイント、60万円通常の決済分で6,000ポイント、家族カード発行で1,500ポイント、ビジネスアカウントで500ポイントっていう風になっております。こちらね合計すると22,000マイルがね獲得できて、年会費がね、初年度無料っていう風になるわけなんですよね。こちらをね年会費ね初年度無料っていうのはねすごいですよね。ですんで年会費をね支払ってもたくさん ANA マイルが欲しいという方は A コースっていう風になるんですけども、まあ個人的にはですね年会費初年度ねかからないほどね、まあありがたいことはねないというふうにね思いますんで、まあ、個人的にはね B コースの方がおすすめかなっていう感じですね。でねこちら注意事項がありまして、今ね紹介させていただいたキャンペーンの家族カードとビジネスアカウントのカードの作成で、まあ今回ねポイント、まあ、マイルがもらえるわけなんですけども、この2つのカードはですね有料なんですよね。家族カードはね6,000円、ビジネスカードの方は2,000円っていう風になりますので、まあ、この2つ合計するとね8,000円がねかかるわけで、もらえるマイルはね、まあ、合計すると2,000マイルっていう風になるので、まあ、ここはねちょっとね考えていただきたいなっていう風に
思います。8000円の支払いで1000マイルがねもらえるっていうのはまあ魅力ではあるんですけども、利用するね機会があるようであればねぜひ発行していただきたいなと思うんですけども、全く利用しないのであればねまあ見送ってもいいかなっていう感じなんですよね。次にねまあ最後なんですけども、 ANA のねダイナースクレジットカードは ANA のクレジットカードっていう風になっておりますんで、 ANA のカードにはですねマイトモプログラムっていうね紹介制度があります。こちらね初めて ANA カードを発行する方はこれをね登録するだけで ANA ダイナースの場合は1000マイルがねもらえるっていうことになっておりますんで、ぜひね利用するようにしましょう。既存のね ANA 会員の紹介番号と名前、こちらがねあればですね ANA の、公式サイトの方で申請することができますんで、もしね ANA カードを初めて発行される方はですね、ぜひ活用するようにしていただきたいなと思いますので、周りにね ANA カードを持たれている方いらっしゃらないかね、ぜひね、探すようにしてください。もしねいらっしゃらない場合はですね、私からね、紹介することも可能です。まあこれはね毎回言わせていただいてるんですけども、これは冗談としてもね、こうする際は周りにね持ってる方いないか、確認していただけたらなっていうふうに思います。またねこちら ANA ダイナースのクレジットカードはですねポイントサイトにね案件っていうものがありませんので、こちらの動画のね概要欄に、公式サイトを載せておきますので、もし発行する際はですねそちらからね、発行してみていただけたらなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですね ANA ダイナースクレジットカードの新規入会キャンペーンがですね、新しくなりましたので解説させていただきましたけども、ダイナースクレジットカードはですね特典が結構多いクレジットカードにもかかわらずですね、まあ、年会費ね初年度無料でね、まあ、保有できるっていうのはね、まあ、かなりチャンスなんじゃないのかなっていうふうに思いますんで、ぜひね気になってた方、発行されてみてはいかがでしょうか。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただければとても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテルのことなんかね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録されてない方はね、ぜひチャンネル登録していただくととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。